よいしょ。はい、マイドです。映ってっかな、こんな感じかな。しばらく、チェリー号は入院してましてですね、その前にまあ、うちのですね、まあ、仕事で、遺品整理があったんですね。で、まあ、うちリサイクル屋さんもやってるんで遺品整理もやってるんですけど、ここ最近すごい寒いでしょ。で、まあ、普通にいろいろ空き家の中物色して、空き家の中物色って空き巣じゃないんだけど、まあ、片付けなきゃいけないんですけど、でその戸棚を、タンスの戸棚の下を見てて、でそれ終わって天井を見上げると結構可愛らしいシャンデリアというかね、スプートニクというか、天井にね電灯が吊り下がってたんで、あ、これいいじゃんと思ってスクッと立って手を伸ばした瞬間ですね、やってしまいましてですね、まあ毎年冬ねどっかしらでやるんですけど、ぎっくりをやってしまいましてですね、ここ3日4日ずっともっと乗り心地の良いあれを、キャサリン号を、マーキーちゃんを乗ってましてですね、でその間にちょっと電装系をね、主治医にまあ見てもらおうと、あれなんかメーターがまたおかしいな、病気だな、スピードメーターがだんだんやばいことになってきてます、ゴロゴロ言ってますけど、またワイヤーを入れ替えないとダメだな。で、ちょこちょこ切れるヒューズがありましてですね、だけど、まあ、エンジンかかってるし線も焼けないということで、まあそこを見てもらったんですね。で、まあ、そしたら、まあ、よくあるあるなんですけど、線引き直した時に太い線から細い線にこう行く時に、まあその線の先には何かがあるわけですよ、ね、ライトだったりとか、ね、イグニッションだったりとか、スターターモーターだったりとか、まあ、スターターモーターはバッテリー直で、ね、リレーでやってると思うんですけどね、まあ、カーステレオだったりとかねするわけなんですけど、でそこからまた抵抗に行く、抵抗っていうか、まあ、カーステとかね何かに行く前にまたプラス同士でつながっちゃってる場合があるんですね。まあそれあっちゃいけないんだけど、まああってもプラスを通ってで抵抗があって、抵抗っていうのはあれだねカーステとかライトとかで、そしてアースがあるとなんですけど、そこがですね、まあバッテリーがあって、まあプラスがあって、でプラスからヒューズがあって、でそれで何かしらに行くんですけど、何かしらに行く前にまた繋がっちゃってるんですね。なので通りやすい方を電気は通るんですよね。でそうするとその片っぽ通りやすいところにみんな電流が流れちゃって、30アンペアのヒューズがパチンと行ってしまうと。でそのヒューズを切るたびに、いやこれショートサーキットじゃないのと思ったら、まあ、線も焼けてるあれもないし、ただ大電流が通ってるだけだねっていうことで、まあちょっとね原因をね調べんばたいと、いやなんでだろうねっていうことで、まあ、調べてもらって、またちょっと線を引き直してもらってですね、やっぱりね車30年は平気かもしれないけど、まあ、50年以上経ったらですね、やっぱ電線はね引き直した方がいいかなとは思ってますね。
まあ、この車もですね、リアの、尾灯制動と、まあ、ワンテールなんで、そこの配線がですね、なんと昔の配線のままだったりとかする箇所もありまして、ちょっと怖かったですね。あれなんですよね、ビニールではなく、その被覆が布だったり紙だったりとかするんですよね。今ではもう考えらんないですよね。うん、だ多分昔のその6ボルトのまんまのぶっとい線だったのかもしれないですけど、6ボルトだとそのボルトは、低いんだけど、あのアンペアね、電流がすごくいっぱい流すんで、電流をね、6ボルトだから、だから電流がすごく流れるんで、線がね一本一本がね太いんですよ。だ12ボルトにした時に、電圧は12ボルトドンと流れるんだけど、アンペアはその一気には流れないんで、だそこはね、やっぱね12ボルトはすごく楽ですよね。うん、でその時に線も一緒にね交換してあげるといいですね。願わくば全部もう交換しちゃうとかね。うん、まあ、それがちょっとできない場合は大事なところだけ変えて、まあ、徐々に小さいところを変えていくと。なので変えるんだったら本当はいっぺんにやった方がいいんで、いろんなね、カーステとか、まあ、そのヘッドライトとか、その電気を食うもの、うん、変えなければいけないので、まあ、結局 12V 用の、ね、電球とか入れなければいけないですよね。だその時にやっぱり一気に入れ替えた方が一番いいんではないかなとは思いますね。だ今回はちょっとね、いや線入れ替えたのに、なしてまた30アンペアなんかでっかい、もう大電流ですからね、30アンペアって言ったらすごいよ、90マイル出ちゃってるよ。ガラガラ言っちゃってますけど、ちょっとワイヤーをこれ入れ替えねえとね。そこはね入れ替えた方がいいんではないかなとは思いますね、全部ね。うん、でその時もちゃんと配線図なんかはね、うん、主治医にいろいろ作ってもらった方が、うん、まあそういう整備屋さんとかにね作ってもらった方がいいですよね、また何かがある時に。なぜかっていうと、アクセサリーから皆さんこういろいろ何か引っ張ると思うんですよ。でもともとシガーソケット、そこから取る人もいるし、まあ、そことアクセサリーつなが、昔の車とつながってる場合があるんですけど、そこからまたちょっと大きめのね、オーディオなんかぶち込んでしまうとですね、飛んじゃったりとかね。あとまあ私が一回燃やす寸前まで行ったのが、3連ラッパだったかな。うん、それが50アンペアぐらい行くんですね。だ30アンペアを入れるとちょっと長めにパパラパパラパパラってやっとくと、すぐやっぱ飛んじゃうんですよ、ヒューズが。だガラス管のヒューズがいつもね、その運転席の近くにねドバッと置いてあったんですけど、今まあガラス使ってるとこってないと思うんで、だガラスだったらね入れ替えた方がいいですよね、もう。うん、それぐらい古いっていうことなんで。だもう日本車でも確かこうやって差し込み式のやつはですね、どうだろう、もう30年は経ってると思うんですよね、ガラスからその差し込みになって。でさらにその差し込みがちょっとねちっちゃいんですよ、一回り。それもちょっとびっくりでしたね、なんでこんなちっちゃいんだろうって。もうすごいちっちゃいですよ。あ、ここにあるわ。そう、通常使ってんのがこれね。だこれよかね、一回りちっちゃいのがね、あ、もうねえか、ないわ。でそんなこんなでね、ヒューズボックスもね願わくば入れ替えた方がいいんですけど、でこの車はねもうそういう分電盤みたいのが前のオーナー様がねやってくれてすごく助かってますね。で線も新品の線が全部ぶっ刺さってるんで、
すごく便利ですね。あとは例えば、まあ、いろんなものを継ぎ足しするときに、あとは配線引き直すときに、擬干しはね極力やめた方がいいですね。あのうちの主治医も擬干し結構好きなんですけど、私もねちょっとその事件があったことがあって、初めての車でスカイラインジャパンでですねラブ灯をつけたことがあって、やっぱ昔のなんて言うんだろう、そういうのってシガーソケットから取るんじゃなくて線は自分でつなげてねっていうのがまだ半分ぐらいあったんですよね。で高いラブ灯だと、ラブ灯ってわかるかな、こうブッ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 ってこう光るんですよね、ラブで、うん、でそれを、いや今彼女と幸せ中ですっていうのを車のどこかにこう、特にまあリアあたりにね置くんですけど、その配線を高いやつだとシガーソケットに入れるんですけど、いろんな電灯関係なんかはシガーソケットじゃないんですよ。だからその直接線を自分でつないでねっていうもので、でどっから取ろうかっていうことで、普段つけていたいよねっていうことで天井の電灯ではなくて、あれですね、シガーソケットから取って、シガーソケットじゃなくてラジカセ、ラジカセじゃない、そうラジカセの方から、オーディオから取ったんですよ。で、エンジンをオンするともうそこですぐに、ラブ灯が昼でも夜でもずっとついていると。である日、ラジオとそれから全部切れちゃったんですよね。でおかしいなと思ったら、そのプラスの線が出てるところをただ被覆を向いてグリグリグリってやって、そのまんまだったんですよ。でそれが振動で、まあ車庫端だったので振動でグリグリやってるのが取れて、それがボディアースにピタってくっついちゃったんですよね。そんでヒューズが飛んじゃって、もうほぼほぼ何もなんかつかないと。で、まあ、近所のパイセンに相談しに行ったら、いやこれダメだよと、理科の実験じゃねえんだからよっていうことで、でよいしょ、そんで擬干しというものを先輩に教わったんですね。でこうやるんだよこうやるんだよっつって、あなるほどねと。でそのラブ灯ももういらなくなったらまた擬干しのところでグッて引き抜けばいいじゃんってことで、あ擬干しって便利だなってことで、でまあちょうどこの道路沿いのちょうどあれですね、ローソンがあるところ、そこに昔流通センターというのがありまして、まあなんて言うんだろうな、大熊みたいなもんなんですけど、ちょうどこの角ね、この交差点の角に流通センターっていうのがあります。そこでちょっとタイ米はたいて擬干しセットっていうのを買ったんです。タイ米っつってもまあ1万円以下だけど、まあ、当時手取り5万円での擬干しセット運勢はちょっと痛かったけど、そんでまあそのやっぱ車買ったばっかりなんでいろんなね光り物をつけるんですね、うん、でそこに擬干しをガンガンやってたんですけど、そしたらある日擬干しのね被覆が向けてやっぱりねダメになってたんですよね。でその被覆が向けてでプラスチックの中に埋まってたんですよ。なんでだろうなと思ったら、お前工業高校でのくせして電流の勉強してないのはダメだよと。いやそれは存じてますよと。で一つのところからこんだけいっぱいタコ足で引っ張ったらアンペアいっぱい食うに決まってんだろうと。あそうなんですねと。でそしたらその塊の部分に熱を持ってしまうだろうと。ということで擬干しを使うのはいいんだけど、あんまり電流が流れるようなところに擬干しを使うと熱を持っちゃうからダメだよと。そんで今度は
そういうところはぐりぐり寄った後にテープでくるくる巻く前にハンダ付け、ハンダ付けはもうね工業高校でね電子工学を、電子工学っつってもあのラジオを作ったりとかですね高校だとねまだね、うん、そんなもんなんだけど、まあ中学でもラジオ作るかもしんないけど、うん、まあもうハンダ付けは任せてくださいと、うん、でそれでハンダとかを使うようになったんですね。 なので結構ね電気関係は舐めてるとちょっと怖いので、本当はね一回勉強した方がいいですよね。うん、まあ電圧、それから電力ワットだね、うん、それから電流アンペアと、それから抵抗、うん、オーム、うん、オーム計算とかね、工業高校出て、まあ、私ちょっと職業訓練校電子科というところ、まあ、中退なんですけど、そこでも抵抗の勉強をですねかなりしましてですね、でそこでもうちょっとなんて言うんだろう、中学とか高校で作るテスターよりもちょっとね大きめのね、いろんなことができるテスターをね作ったことがありましてですね、うん、でそういうのも、まあ、勉強したことあるんだけど今すっかり忘れてしまいましてですね、で、まあ、この車を主治医がいじってることでですねまたちょっと思い出して、電気は大事だなと、うん、でその引っ張りようによってつなげようによっては火災が起きてしまいますん でやっぱり車両保険入ってないとね、一貫の終わりですからね。だそういう配線関係たかだか 12V で舐めてると結構痛い目見ますんで、ね、100V のね、あの家庭の電気でね、まあ、火災が起きたとかいろいろありますけど、車なんかもたかだか 12V なんですけど使ってるその器具によって電流がものすごい量が流れますんでね、特にハイドロなんかは全部直列でね、バッテリーを直列でつないでますんで、そうするとね、5つつなぐと 60V、 6つつなぐとね 72V になりますんで、だすごく電気は危険なものです。 12V のねあれでもたかだか 1.5V の乾電池でもですね、電圧を膨らましたりとかすることができるんで、本当にスタンガンのようなスタンガンが作れますからね、うん、だそういうのは気をつけて電気をいじくりましょうちゅうお話でした。いてててて。じゃあねー。